皆さん、こんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストに前衆議院議員で元ジャーナリストでもある屋良朝大さんに沖縄からズームで、出演していただきます。屋良さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。やらでございます。はい。屋良さんにあれですよね。FM 宜野湾ラジオに一度出演していただいてますよね。ああ、伺わせていただきましたね。もう結構前の話ですね、これ。そうですね、去年の。はい。はい。それについてもですね、しばらくして僕らの ISF の方に動画編集して、もうすでにアップしていますのでね。はい。だから今日はまあ、二度目のご出演ということになります。どうぞよろしくお願いいたしよろしくお願いします。ます。で、ちょっと ちょっと風邪気味ですみませんね。ああ、そうなんですか。はい。それで最初にお聞きしたいのが、今月19日から21日ですか、広島 G7 サミットがですね、まあ日本が議長国ということで、行われました。で、岸田さんは、なんと、ゼレンスキー大統領というですね、今戦争をやってる一方の当事者も招いて、二人でですね、喧嘩を行うというシーンもありました。また、核のない世界ということで、広島ビジョンなるものを打ち出しましたが、中身は非常に空虚の核兵器っていういつものフレーズだけがある内容の乏しいものでですね、むしろ G7 サミットで確認されたのは、核抑止力の重要性とかですね、ウクライナに関連してロシアが核を使うかもしれないとかいうようなね、そちらの一方的なですね、ものを、合意したということでありますし、東アジアについてはやはり中国に対する、警戒心といいますか、牽制といいますか、そういった内容を打ち出して、もちろんそれに対してロシア、中国がですね、強い反発をですね、したという経緯がありますが、この G7 広島サミットをどう見て、いたでしょうか。本番が始まる前の日に日米首脳会談があって、そうそでこすでね。も核抑止力、核の傘の話がね、そのあは。首脳間で、言われて、そしてそのままそっくりその核抑止力を認めるような広島宣言がですね、はい。出されてるわけですよね。いろんなその報道がありました。その中で、街角のその声をですね、拾う、報道の中でですね、広島を使うなという言葉があったんですね。こんなことのために広島を使ってくれるなという、発言があったんですよ。広島市民からですね。広島の人の気持ちっていうのは、そういうことなんだろうなと。いうふうに思いましたね。やっぱ沖縄もですね、その過去の、日本の大きな過ちによって、たくさんの人が亡くなりました。で、その時も抑止力という言葉でですね、やはりこの国は、間違った方向にですね、導かれたという過去の大きなその教訓をですね、今私たちはどのようにですね、受け止めているのかということが本当に試されるという事態になってるなというふうな気がしました。本当にそうですね。抑止力っていうのは、やはりなんていうか相手を威嚇して、相手をビビらして、で、究極なものが核兵器ですよね。そうですね。だから北朝鮮急いでそれを持とうとしていると。いや、ああ、持ってると言われてますけども。今日もニュースになってますね。J アラートですね。あれまたちょっとこのテーマの後にお話しさせていただきたいんですけどぜひも、ぜひ、あれもちょっと笑っちゃったんですけども、抑止力っていうのは、だからそんな意味で、そんな感じでですね、相手をビビらすわけですけども、ビビってるかどうかっていうのは、じゃ誰がどうやって確認するかっていうことですよ。それ唯一できるのは、そのビビらしてる相手のところ行ってですね、あなたビビってますかって聞くしかないんじゃないかなと、私は思っておりまして。抑止という言葉で、沖縄の言葉でですね、とても語呂が似ている言葉があります。抑止という言葉があります。ゆくしですね。抑止。
抑止は抑止。抑止というのは、あの沖縄の言葉ので、嘘だという意味なんですね。わあ、見事ですね、それね。見事ですよね。はい、抑止と抑止。はい、もうあのいろんなところで挨拶するときにこればっかり言ってますね、私。抑止は抑止。はい、だから核の傘とか拡大抑止も虚構ですよね。私はそう思いますね。あの、はい、例えばあの最近のですね、アメリカで出たその、論文の中で、アメリカとですね、ロシアが仮に核戦争になった場合、はい、今80億人いる人口がどのぐらい減るかっていうと15億人ぐらいになっちゃうって言うんですよ。うわー、すごいですね。この核爆弾による直接的な殺戮と、その後の核の冬で、その食料がなくなってしまって、はい、最終的にどのぐらい減るかっていうことのシミュレーションなんですけども、15億人、これ、人類耐えられないでしょ。特 に日本は飢餓者が最大になるんじゃないかと言われてますよね。はい、だからこれは使えない兵器であるっていうのはこれ常識なんですね、うん、使ったらおしまいですね。おしまいです。だその使えない兵器をもってして核の傘とか言ってるんですよ、うん、これをもうね、私たち戦後何十年この言葉をですね頼りに、この不安定な国際社会の中で生きてきたかと、うん、いうことをやっぱり今一度ですね立ち止まって考えるべきじゃないですか。特にその、比較を訴えるのであれば、そうですね、で核爆弾による被害を受けた被爆国、唯一の世界で、ね、唯一の被爆国である日本であればなおさらだと思うんですね、はい、で具体的に日米安保に適用すれば、日本が何らかの形で第三国から核攻撃を受けたら、アメリカがさらなる報復で自国に向かうことを覚悟で、日本のために核をその国に放つっていうことが核抑止、あの核の傘っていう意味合いなんですが、そんなことをするわけがないですよね。だからあくまでも抑止力ということだということですよね、多分ね、うん、抑止が効いてるかどうかっていうのはこれは分かんないです。これはあの確証が持てないというのが抑止力ですから。だから抑止がもう破れた場合はもうねアウトです。アウトですよね。これはもうね、いい仏壇買ってるという、購入してた方がいいかなっていうことです、ね、はい、わかりました。それでまた広島サミットの話に戻ると、核の問題で言ってもですね、今回バイデン大統領が来ましたが、当然もう謝罪も原爆投下への言及も一切なく、原爆資料館に入ってその時に核のボタンを持ったですね部下を同行させたということもね、明らかになってますよね。原爆資料館に核のボタンですよ。僕はだから今度の広島平和サミットとか言いながら、戦争サミットと言ってもいいんではないかというようなね、印象を持ってますけれどもね。あのゼレンスキー大統領とバイデン大統領がね、はい、あの直接首脳会談を行って F-16 の供与を、まあ、確認し合ったということですね。だからどうもその人類って、ずっと同じことを繰り返しているのかな。あのやっぱりこれ僕は前からその、まあ、ゼレンスキーさん、ウクライナ情勢、ロシアとの関係とかを見ていて思ってることは、やはりアメリカの力がですね相対的に落ちてきているという、調整力がなくなってるのかなっていうような思ってる、ね、それはもう間違いないと思いますね、うん、いろんな意味で今世界秩序は転換点にあると、うん、G7 サミットそのものも役割比重がですね影響力が非常に低下していると思います、うん、はい、今もうブリックスとプラスグローバルサウスの時代だと言われてますよね。だからそんな時代の中で私たちはアメリカ一辺倒の一本足打法でいいのかどうかですね。本当です。これちょっと考えた方がいいと思いますよ。本当ですよね。日米関係、はい、対米基軸をもう一度見直す必要がありますよね。まあ、別にそのアメリカと仲良くするっていうのは全然 OK じゃないですか、うんうん、それを否定するつもりは全くないし、はい、それでもって戦後を生きてきたわけですから、それを否定するつもりは全くないんですけども、ただ一本足打法でいいのかな
ということですよ。だからね、そのアメリカがロシアと手を切れ、中国と手を切れって言ってるわけですので、そ今こが時大さ、問題ですよね。今時大谷翔平がですよ、投手と打者で成功してるわけでしょ、二刀流でね、僕も二毎刀日流。見てます。今日13号打ったみたいですよ。素晴らしい。ということは、いや、この話になるとも思いませんでした。ホームランの数でいうと、2番目に来たわけですか？まあ、それぐらいじゃないですか。14か15ですかね、トップは。トップはですね。すごいです。すごいですね。だから、そんな感じでいいんじゃないですか。いや、大谷翔平さんについて面白いお話をですね、実は平野貞夫さんがしてまして、ワールドベースボールの決勝戦の前に、大リーガーのね、メジャーのそのスーパーヒーローたちに憧れるっていう気持ちは、今は一旦忘れようと。で、世界一を目指して戦おうと言って、まあ世界一になったわけですが、大谷さんの発言を捉えてですね、平野貞夫さんはな、これは世界に対する、日本の独立宣言だと。対米自立宣言でもあるなと。そういう捉え方をされていて、僕はもう、それ主張してたら多分浮きますよ。まあそういうことがありました。じゃあそれではですね、その後、まあ、広島サミットの後ですね、まあ、岸田政権、岸田首相なんか大成功だと言って、はしゃいで、確かに支持率も上がったんですが、その後、まあ、息子さんの官邸での忘年会の問題ですね。これが浮上してまた、顰蹙を買って、最後には辞任に至るという経緯がありましたね。このことについてどう見ておられますか？サミットが終わった直後の世論調査では、予想していたほど上がってないんですよね。そっか。上がるのは上がったけど、それほどではなかったです若かね。干上がったんですよ。ただ、サミット効果ってあんまりですね、強く数字に出てないんじゃないかなというふうに思います。横ばい、若干上向きの横ばいだったかな。まあ、各社によってね、多少違いましたけどね、数字がね。バーンと大きく上がった社もあるし、いや、さほどっていうところもあったので、それが予想定してたよりも、少しおとなしめの数字の出方だったんじゃないかなというふうに見ていました。で、そんな中で、その息子さんの問題が出て、やっぱりおかしいんじゃないのっていうふうな世論になってきたっていうのが現状ですよね。やっぱり世襲に対して、どうもそのしっくりこないところっていうのはあるんじゃないですか。だから、出来事はまさに、公私混同というよりも、やっぱり政治の私物化ですよね。もうね、感覚がちょっと理解できないですね。麻痺してるっていう感じですよね。いやー、だって僕も国会にですね、2年半いさせてもらいましたけども、やっぱりこれって国民のものだよねという感覚はあったんですね。例えばアメリカの国会、まあ、議会に行くと、あそこはフリーなんですよ、出入りが、国民。外国人もそうですよ。僕もパスポートを持ってて、入りますって言って、で、ちょっとしたその身体検査っていうか、その持ち物検査、空港であるじゃないですか、レントゲンで中を。あれを、あの機械を通せば、で、身分証明書を提示すれば、誰でも入れるんですよね。で、国会議員が、の居室がある建物も入れるし。で、アメリカでね、有名なオカシオ・コルテスさんっているじゃないですか、女性。ありますね。ニューヨークの。この人人気がすごくて、この人の部屋に行くと、もう、ポストイット。こう、じゃメモを何々してくださいっていうですね、有権者がですね、リクエストをですね、短くこう、一言書いて、ペタ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 、ドアの周りにブワーって貼ってるんですよ。だから、誰でも入れる。わけですね。だから、国民のものなんですよ。これって。ところが、今の日本の官邸も含めて、国会、のその議員会館も含めて、なんか特権集団のですね、
ものになってしまっているような気がするんですね。うん、です。今回のその官邸で起きたその、岸田親子のこの行為というのは、そういったその基本中の基本ですをもう全くこの忘れてしまったかのような振る舞いがあったわけですね。うん、これはちょっとあの根が深いと思います。そうですね。これをこうね、こうしたことが起きてしまった。しかも岸田さんはその官邸の中であったその身内の忘年会に顔を出してるわけですよね。はい、それもね、一番重要なポイントなのにあまり触れられてないですよね。顔を出していて、でちょっと挨拶してるって話はもう驚きましたよね。はい、はい、驚きました。もうあのね、官邸の近く赤坂とかあるわけだから、うん、あの居酒屋たくさんありますよね。もちろん。なんでそこ行かないのって思いますよね、うん、なんで必ず官邸でやらないといけないのかと。だからあの勘違いしてるんですよ、この権力というものをですね、うん、その特権というふうに勘違いしてる人たちがですね、あの辺に多くあの生息してるなっていう気がしましたね。はい、わかりました。でその、まあ、宏池会出身で広島出身でですね、ハト派と言われた岸田首相、岸田政権の下で、超軍拡路線が今取られ始めてますよね。昨年12月16日ですか、防衛3文書の閣議決定で、まあ、敵基地攻撃能力も含む戦後日本の安保政策の大転換ということで、これまでの専守防衛をその、脱ぎ捨てて、まさに先制攻撃をも可能にするかのような好戦的な戦争国家に今日本がなりつつあると。はい、あのこれについてどういうふうに見ておられますか。あの最近ザ・タイムがね、あ、そうです、そうです、あの、日本は平和国家をかなぐり捨てて、平和主義をかなぐり捨てて軍事大国になろうとしてると。軍国主義、軍事主義というかね、はい、はい、というふうに、あの日本の選択という記事でしたね、はい、というふうに報じられたら、はい、なんかその官邸がですね、外務省が抗議したとかっていう話があるじゃないですか、はい、それもちょっとね信じられないですよね。他国のメディアに介入したみたいなね、はい、ただちょっと僕は間抜けだなと思うのが、外国からはそう見られてますよと明らかに。そうですね、明らかにそうですよね、はい、そう見られてるということをね、なんで感じないのかなと思いますよね。はい、はい、だからそこはもう、別に弁明することはないわけですよ、うん、そう見られてるっていう事実があるわけだから。実際そうです、はい、平和憲法がありながら、はい、今後43兆円とか上乗せしていって軍事大国第3位になるんですよね。もう軍事大国ですよね。ありえない選択肢ですよね。しかも超軍拡、まあ、増税も含む、ね、国民生活も全く考えないような路線ですよね、うん、しかもそれは何のためかっていうのがさっぱり分かんない、うん、あのミサイルをね、はい、まあ、今その当面はトマホークをアメリカから 400発買って、うんうん、穴埋めをしといて、はい、で日本の軍事産業をこう育てるんだということで、12式の自衛隊の陸上自衛隊のミサイルを今120〜130キロしか飛べないものを1400〜1500キロ飛べるようにしますという方針を出していて、でそのために5年間で約43兆円必要ですと言ってるわけですよね。はい、はい、いやどうもこの費用対効果っていうのが全くコストパフォーマンスが悪いなと思うんですよ。うん、ですよね。もうその絵に描いた餅だと元、ね、自衛隊のトップの方もね発言されてましたよね。うん、そう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 、巡航ミサイルって遅いし、うん、あの図体でかいし、ああ、ね、落としやすいとかって世界一だからもう旧式だとも言われてますよね。です。なんでそんなことするのかなってもういろいろ考えるわけですよね、うん、相手をビビらせるという話、うん、だからその抑止力を高めると言ってるわけですよ、うん、ただそれはもう沖縄の言葉で核心をついていて、うん、抑止は抑止であると、う
ということですよね。虚構であると。はい、だから相手、まあ、今、相手と言ってるのは、おそらく中国ですよね。中国は核ミサイル、核弾頭を350発持ってますから、はい、だから日本がミサイル1500キロぐらい飛べるやつを何発持っても、うん、あのミサイルの攻撃っていうのは、あの実に限定的なんですよね。着弾した周辺はまあ被害被りますけども、うん、それによって敵の国を屈服させることができるかって、それは無理な話で。はい、今のところ持つことに意味がありますと、うんうん、防衛力がこれで高まるかどうかは分かりません、うんうん、相手をビビらせるという行為、これに意味を見出しているということなんで、ちょっと論理的にあの私はすっとこう入ってこないんですよ、うん、ただ言われていて、これは防衛産業をこう、ね、はい、あの育成するためだというところにようやくうなずけるんですね。あ、そう、じゃあこれミサイルを作るところが儲かるねというだけの話なのかななんていうふうに思ったりするわけですよね。まあ、ウクライナはね、紛争でも今アメリカの軍需産業は儲けですよね。儲け儲け。だからその軍需産業を日本でも軍産複合体を作りたいというのがあの目標であれば、まあ、それだったら、理解、納得はしませんけども、まあ、頭の中ではつながるわけですよね。はい、だけど、それが国民のためかというと、これ、全く違うでしょうと。はい、で、敵基地攻撃能力を持つ意味合いをですね、お聞きしたいんですが、はい、これ、日米で共同運用すると言ってますよね。うん、具体的にはどういうことなんですかね、これは。日本に単独で相手の基地からミサイルを日本に撃とうとしてるなんていうことを、その掴む情報をですね、得ることは事実上はできないですよね。アメリカの軍事衛星に基本的には依存するということですよね。そうですね、そうならざるを得ないですよね。ですよね。年明けにですね、はい、あのアメリカの方からその台湾有事のシミュレーションに関する記事がいくつも出たわけですよ。あの国際戦略研究所 CSIS、あ、CSIS ですね、ですね、はい、でそれちょっとこうパーッとこう飛ばし読みをしていると、例えば何かがあったとき、はい、何かがあったときっていうのは台湾有事です、もちろん、はい、台湾有事が起きたときにはもう嘉手納基地なんかボコボコにされるって書いてありますよ。そりゃそうですよね。中国のミサイルが届きますよね。あの嘉手納基地に配備されているその戦闘機の9割がですね、はい、うん、離陸する前に破壊されるって書いてあるんですよ。あ、だから今少し撤退を始めたじゃないですか、うん、それで破壊されちゃうんでほとんどなくなっちゃうんで、アメリカからその来園機が来るわけですよ、応援の飛行機が。で、その飛行機が着陸するために滑走路をこう破壊された航空機のですね、部品がですね、散らばってるんですよ。で、それをこうブルドーザーで避けて、それでようやく着陸できるんだけども、着陸して長くいるとミサイルの餌食になるから、すぐに飛び立たないといけないというふうな状態になる。まあ、そういうふうな予測が立てられてるんですね。そうすると、この、その米軍基地がある地域というのは、おそらく沖縄だけじゃなくて、日本列島すべて、そういうふうな状況を想定しておかなければいけないでしょ、ということだと思うんですね。はい、僕はもうそれをですね、そこを、そういったその現実を突きつけられたときに、あの司令部の構成がどうなるのかとか、その日本の自衛隊と米軍とのですね、関係性がどうなるのかという、そのテクニカルな話というのが、うん、全くその頭の中から消えちゃってですね、うん、実は今のご質問に対して、私は答えを持ってないということです。僕も一番お聞きしたかったのはね、はい、指揮権はじゃあどうなる、僕は
有事どころか平時でも本当の意味合いでの指揮権は日本にあるのかも疑問ぐらいな感じで見てるんですけれども、うん、有事戦時になれば全く日本に指揮権が与えられるとは思えないんですよね。だから核の共有とか、その今の敵基地攻撃能力のミサイルの運用とかも、日本側が例えば単独でですね、決定してそれを実施するなんていうことはありえないですよね。うん、結局はアメリカと合意してというよりも、アメリカの指示命令に従って、日本もそれに加担させられるという形になるんじゃないかと。うん。うん。だから実際の指揮権という場合に、本当に日本は独立した国家として対応できるのか、非常に疑問ですよね。うん。日本とアメリカが、共同訓練を、はい、軍事的な共同訓練を始めたのが1970年代だと言われて、なんですけども、その時にどんなやり取りがあったかというと、マイルを使うのか、メートルを使うのかという、それからまずあったんですね。そういうとこからこう、すり合わせをしなければならなかったっていう話なんですね。どっちになりました？あ、ごめんなさい、これはちょっと、あれですかね。まあ、マイル、はい、まあ、今の先生の印象から言うと、マイルになるに決まってるだろうみたいな。まあ、もちろんその、ね、共通言語が英語ですからね。そう。まあ、それで、その今 の, その空中戦というのは、もう遠いところにピカッと光る物体があったら、それを認識したときに、お勝負が決まっちゃってるという、ミサイルでですね、だからもう誰が先に撃つかでですの世界のなんだよということを、アメリカ の, その、パイロットから教えてもらったことがあるんですよ。それで、それを自衛隊の航空自衛隊の人に聞いたら、はい、今はその映像でですね、すべて情報を交換してるから、うん、この間に言語を挟むことはないと言ってるんですね。お、はい、なので、まあ、実際 の, その戦闘行為の中では、まあ、そういうふうな、ものすごくこのなんていうか、この緊密なですね、運用がなされているであろうというようなことがですね、想定されできますよね。で、今、先生が今問題意識の中にあるどちらがじゃあその統制権を取って作戦指揮をするんですかというふうなことのご質問だと思いますけども、何かがあったらおそらく何でもありだよねということだと思いますね。